こんにちは。居合一人稽古です。今回、刀剣豆知識と題して、日本刀の各部名称を順次紹介していきたいと思います。居合を始める時の必需品、刀。その刀とこしらえの各部名称を紹介します。またそれにまつわることわざと関連する事柄を豆知識機として楽しみながら学びましょう。日本刀。武士の魂とまで言われる日本の伝統的な芸術品。刀身自身と周りの装飾を含めた、こしらえと呼ばれる部分の名称に、毎回一つだけスポットを当てて解説をします。今回のピンスポットは、はばきです。はばきとは、日本刀の部品の一つで、刀身と柄の間にある金具で、刀身が鞘から抜けないようにするためのものです。またその他に、鞘に収めた刀身が鞘とじかに触れるのを防ぐ役割もあります。飲み込みは、はばきの側面の切れ込みを刺し、はばきと刀身との固定を増すために工夫されました。またはばきは、表面に家紋などの彫刻が入れられることが多いため、美術工芸品として世界中に愛好家が存在しています。はばきに関連することわざ、用語。はばきも。切羽はばきする。以上、はばきを使った用語はほとんど見つかりませんでした。少ないので、今回は2つともの意味を解説します。まず、はばき元とは、旅行や作業などの際、すねに巻きつけて、紐で結び、動きやすくしたもので、古くは藁で作りました。虫や茨から足を守り、雨や雪をはじき、防寒にも役立ちます。また、足の締まりを良くして、
疲労を軽減する効果もあります。後には、キャハンと呼ばれるようになり、布製のものが一般的になりました。切羽はばきするの意味は、刀剣のつば元の金具の名前である切羽とはばきに由来しており、刀に手をかけて断判することから、特に膝詰めで断判することを指します。この表現は、緊迫した交渉や議論の場面で使われることがある言葉です。以上がことわざ豆知識でした。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。今回から日本刀及びこしらえの各部名称と、それに関連することわざも順次紹介していこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、コメントの方もお気軽に書いていただけると、動画制作の励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。